今月16日の父の日を前にバラの生産者から福岡市の高島市長に花束が贈られました。今日花の生産者の組合から高島市長に贈られたのはスイートアバランチェという品種のバラです。このバラの花言葉は愛や温かい心で、バラの産地である福岡市西区元岡で生産されています。淡いピンク色で見た目が美しく、まっすぐ長い茎になるように丁寧に栽培されているのが特徴です。皆さんがもっとこう花というものをに興味を持って、そしていろんなところでこう花を飾ったり送ったりするっていうことが広がってくれたらいいなと思っています。あさって15日には JR 博多駅前広場で市内で生産されたバラを楽しむイベントも開かれます。花の生産者は今年の父の日は福岡市産のバラとともに、普段は言えない感謝の気持ちを伝えてほしいと話していました。